9月6日1日の取引を終えました。日経平均株価は先週末に比べて154円と32銭高 27,915 円89銭でした。日経平均株価は続伸であります。トピックスは 5.97 ポイント高の 1939.11 でした。東証プライム市場全体の 56% にあたる1029銘柄が上昇、下落は全体の 38% 713銘柄ということで、プライム市場では上昇銘柄の方が多く、日経平均トピックスともしっかりでした。マザーズ指数は 5.77 ポイント 0.8% の上昇でした。東京市場いずれの指数もプラス圏で引けています。日経平均株価冷やしチャートです。日経平均株価は先週の金曜日に窓を開けて買われまして、月曜日今日ですね、今日の序盤というのはやや下押しされて入ったんですが、結局先週金曜の陽線に覆いかぶさるような陽線をつけて終えています。続伸であります。株せ足、陽の株せ足といったところですね。先週の陽線をさらに覆いかぶせて上を目指すようなチャート形状となっています。こちらが154円高、今日は154円高ということで 0.5% の上昇でありました。今日の時間中、東京時間中のアメリカの株の先物ですね、ダウ平均先物などが堅調に推移していまして、東京市場もあまり外部環境に邪魔されずにそれなりの買い物が入りました。特に今日目立ったのがいわゆる旅行移動関連ですね。9020 JR 東日本、今日は大きな陽線をつけて直近のレンジを上抜けていまして、75日線を抜き、さらに7000円の節目をも抜いています。294円高 4.3% の上昇でした。政府の内部で GoTo トラベル、コロナからの観光活性化策 GoTo トラベルの再開がかなり具体的に検討されているというようなことが週末に報道されていました。これを受けてなんでしょうか、こうした運輸、陸運ですとか空運と、それから百貨店、旅行会社といったいわゆる観光関連銘柄、今日はかなり強い動きを見せていました。またこのところ、強いのが鉄鋼株ですね。5401日本製鉄、日本製鉄については、先々週から上昇トレンドを作ってきましたけど、先週やや足踏み状態でしたが、再び2200円あたりをボトムとして今日は資金が入ってきています。証券会社による投資判断の引き上げなどが、鉄鋼セクターでは相次いでいまして、こうしたことも上昇要因の一因になっていると思われます。日本製鉄は今日は22円高 1% の上昇でした。今日の東京市場、外部環境が落ち着く中でそれなりの買い意欲があったのか、日経平均株価週末に続いて続伸で引けています。以上、大引けの模様、東証アローズからお伝えしました。